クイーン足りないんだけど。すごいな、軍事転用可能な、軍事転用可能な製品を中国に輸出したってすごいな。どこの会社これ。警視庁公安部やって。かっこええな。横浜市。噴霧乾燥機。パチ屋行ったの？パチ屋行ったの？噴霧乾燥機を無許可で輸出ってない？しかも4年前やで。生物兵器の製造への転用が可能。そんなもん。そんなもんわざわざバリようなもん作るかね。韓国ソウルでコールセンターの従業員が93人感染やって。やべえな。やべえな。保険関連のコールセンターで集団感染。マイメロさん、もう引っ越すんだけど、敷金返せないって言われたらどうしたらいいの？返せないって言われたら訴えるしかないんじゃない？エヴァンゲリオンさん。電話で感染したの？違うでしょ。職場に200人いたうち93人が、コールセンターだからずっと喋ってるからずっとあるじゃない。菌吐き出してるからじゃない。やべえな。韓国もうダメだね、これ。ソウルやで。ジャグラー打つ？ジャグラーが一番いいよ、大負けしないから。畳替えますとか言われたら、領収感送ってって言えばいいの？畳替えますとか、だって、畳は、経年劣化は、敷金の範囲外だから。送ってって言えばいいとか、どうなの？まあ、とりあえず、なんぼ返せないから、明細送れって言ったんじゃない？アットマークし、マイメロ111。畳は消耗。消耗品？どういうこと？畳で取られるの？俺取られたことないけどね。畳の、あ、そうでしょ？払う必要ないでしょ？畳の、上に家具乗っけてて、それで、帰ってくるよ。敷金はほぼ帰ってくるから。20万円はほぼ帰ってくるから、20万円は。敷金から引けるお金っていうのは、例えば、壁に穴を開けて修復しないといけない大きな穴ね。画鋲とかの穴は、セーフだから。畳にボー、なんか、ガバーッと穴開けたとか、だったら、それの修理費用を引かれるけど、そうじゃない限り引かれないよ。マジで。大丈夫です。帰ってくる、帰ってくる。それで帰ってこなかったら、もうその時は、もう訴えるしかないな。なんで嫁からお茶来たんこれ。なんで、職場で見たら恥ずかしくない？大丈夫？職場で、休憩中に旦那のキャス見るとか恥ずかしくない？今日はスロットもいかんと家でゴロゴロしてたから。マイメロさん、そんな絆よ。ないでしょ。なかったらもう何もお金取られることないよ。まるまる帰ってくるよ。俺今までなんあっちゃこっちゃすんだけど、敷金とか保証金のあるところでも全部帰ってきたよ。帰ってこれなかったの一回もないよ。前の嫁はんが住んでたレアレアは、退去時に清掃代2万円とかわけのわからんの聞かれたけど、あれはヤクザな会社やから、絶対引くらしいけどね。クイーンありがとう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 。
ガリレイはゼロゼロ物件でしょ、あれ。あれ、そもそもゼロゼロ物件だから、礼金も払ってないようなところで、しかも穴開けてたら、あれは金とはねえだろ、絶対に。そうそう、完全に退去も終わって、何やかんや終わった翌月ぐらいじゃない？帰ってくるのって。ちなみに俺、長堀も保証金入ってるけど、帰ってくるよ、お金全部。そのまま、元のままに返して、ゴミの処理代とかが出たらそっから引かれたりするけど、それがなければ、ほぼ帰ってくるよ、間違いなく。振り込みで。今まで全部帰ってきたよ。あさって引っ越す。じゃあ4月ぐらいに入金が振り込みになるんじゃない？わかんないけど。個人家主さんとかで、ああ、どうもこれじゃあ保証金とか言って帰ってくるかもしれない。ほら、俺配信したじゃん、駐車場の解約配信。あの時だって5万円現金でそのまま返してくれたよ。うん。何も言わんと。まあ、駐車場やしね。傷つけるも何もないし。で、駐車場代の遅れも俺なく全完璧に払ってたから。あ、そうそう。いろいろ部屋の写真撮っといて、うそやん！それ、礼金じゃない？礼金じゃない？礼金か、マイメロちゃんが、部屋中になんかもういろんな汁の染みいっぱいつけたとか、壁ボコボコにしたとか。え？うそやん、マジで？それ返してもらわなあかんよ。それ、敷金返金の手続きをしてないとかじゃないの？敷金満額返ってくるけど、俺いつも。あ、タバコあかんの？そう、全部喋っとっといて、で、テマちゃんに送りつけたよね。テマちゃんがそれを持って、お前んとこ、礼金まだやねえか、うんだろらって言ったら、テマちゃん逮捕されるから。テマちゃん警察に逮捕されるから。一週間ぐらい帰ってこないから。前のマンションも俺タバコ吸ってたけど、全部、あれ、礼金物件か。ツイキャス、そう、ファッチバンな、永久バンだから。キャスリプできんくなってどういうこと？ふわっちだから、ふわっち A 級版だってばよ。ふわっち A 版されたんだわ。ふわっち A 版なんだわ。耳かい。いや、この前はファッチしてたけど、この前ファッチして、花火もらって、それを換金するために、ドコモを解約しちゃったから、登録番号をもう一個のドコモに変えようと思って問い合わせしたら、永久バンされた。ヤニで壁の変色とかって、そうだったら、壁紙ぐらい変えるでしょうよ、普通、クロスなんて。礼金物件でタバコ捨てたけど、お金取られたこと一回もないと思うな。あ、マジな、マジっすよ、泥棒さん。嫁のアカウントで配信すんの？前見るちゃんだって 2年ぐらいしか住んでないでしょ。大丈夫じゃない？でしょ？大丈夫でしょ、多分。タバコ吸ってましたって言っても、いや、私たちは吸ってないけど、たまにお客さんが来た時だけ、みたいな適当なこと言っとけよね。吸っ
ってたって言ったら、捨てた、いしいしいし、引いてやろうと思うかもやけどね、あ、来客の方がたまに捨てたぐらいで、私たちは捨てませんっつって、ね、しれーっと嘘ついて、ね、で、その立ち会いの間、ずっとタバコ吸ってたって。はいメロさん、仲介業者来た時はタバコかぶしてかわらない。ああ、そう、それが一番よ。だって、この間のほら、大黒町も、あの、バイナンの方も、俺、何にもお金払わんかったよ。うん。どっちも礼金物件で、あの、敷金も保証金も入れてなかったけど、何にもお金取られへんかったよ。鍵返して、それで終わり。すんなり終わり。はい、さよならで終わり。なんやったら向こうが、え、これ言うてくれたら直したのにとか言われたよ、いろいろ。これ直、こんなんやから出ていくんですかとかわけのわからんこと。いや、違うよ、言うて。いや、もう使ってないから解約するだけやけど、言うて。全然使ってない、借りた状態でほとんど使ってないねんって言ったら、どっちも、ああ、そりゃそうでしょうね、綺麗に使ってもうて、みたいな。うん。全然余裕。だから事務所も多分綺麗なままやから、多分余裕。最悪カーペットとかあんなもん一枚もんでも切ってあそこだけ帰れたりするから、あんなもんお金取られることないし。まあ、これでだから俺はもう毎月15万台稼げばいいからね、あの車のね、巡回警備の会社だけ行っときゃもうね、なんとかなるんだよ。でもそれだったら月の半分ぐらい、ね、休みで暇でしょ。あ、ベランダ微妙よ。ベランダね、あの、大黒町はベランダなかったっていうか、狭いベランダだから必要もなかったけど、あの、バイナンはベランダめっちゃ広かったのに 2LDK やったから。でも台風来て、なんか瓦礫とかうわー乗ってて、そのままで何も触らんかったけど、何も言われへんかった。だベランダはそこの管理会社次第ちゃうかな、立ち会いの時次第。隣の部屋とかにゴミやっといてね、ベベって。ほうきにちゃちゃっと入って。隣だって俺うちベランダなんか一個も出ることもなかった。まあ洗濯物たまに干したけど。そんな状態で全然大丈夫だ。最後風俗場が住み着いてて、風俗の寮つってあの YouTube に動画アップしたけど、うん、全然大丈夫。そんなにね、あの、細かくするあれはない。ああ、エアコンの取り外しで汚れたのは、どうなんやろな。普通に使ってる分だ、傷が入ってなかったら、まあ、ちょっと掃除するせなあかんかぐらいやったらセーフやけど、めちゃめちゃ汚くて、これめっちゃ掃除せなあかんやったら清掃代とか言われるかもやけど、まあ多分言わないけど。普通の業者やったら多分言わない。前メロちゃんの旦那の職業してたら、どっちなんやろ、言うてくんのかって言えない。国家公務員やってとったら、あの、やばいと思って言ってこないんじゃない。逆らったらやばいと思って言ってこないんじゃない。前メロちゃんの旦那の職業を聞いたら、やばいと思って。職業欲とかだったらやばいかな。いや、うるさいかどうかというより、ね、旦那さんを敵に回したら、あの、国からなんかやられたらやばいなと思って、慎重に知ってくれるんじゃない。で、そこの嫁はんも、なんやかんや言われたら、もう、ややこしいなみたいな。もういいか。もう掃除すりゃいいか。だ、誰も掃除しないから。どうせ誰も掃除しないから。あ、そうね。あ、それいいかもしれん。なんだかんだ言われたら、あ、その辺は、あの、うち弁護士に任してあるんで、さらっと、ね、からっと言うとけ。弁護士みたいな。いや、職業柄ね、細かくは、あの、言えないんですけど、国家機密なんで、職業柄、ちょっとあの、全部弁護士挟んでるんで、うち。さらっと言うとけ。あ、そうそうそう、マジで、それでいいと思うよ。俺も知り合いの弁護士おるから、別に何とも思えへんし。なんか言われたら、ほんまに知り合いの弁護士おるから。いや、マジでおるから。弁護士何人も知り合いおるから。
そう、どっかの誰かが言うとね、あの弁護士とか裁判とか訴えるぞ言ったらビビると思ってんか知らんけど、それはビビってるからそういうだけであって、訴えるならどうぞ訴えてって話やし、ね、弁護士って言ったらあの知り合いやから、別にあそうそんな案件もあんねや、ややこしいな、さすがネット時代やなみたいな。そもそも犯罪を犯したやつが訴えるとかね、弁護士とか言うと全然おかしいだろうって話よ。どんだけビビりなんだよ。俺なんか裁判所から来たネタ何回やった？お、まだあんのかな？裁判所のラブレター見せようか、金田一。え、見たよね、金田一、裁判所。お、もう掘ったんかな、あの裁判所からのラブレター。まだある？あ、あるある、あったあった。裁判所からのラブレターってこうやってくるの？知ってた？こもってるじゃん、愛が。これ、ラブレター。判決。見て、被告出廷してないんだけど。被告出廷してないんだけど。俺知らん間に裁判終わっちゃってたんだけど。俺東京行ってたんだけど、この日。この日東京行ってて、判決。請求そのままなっちゃったよ。オーストラリアのねえわ。請求の趣旨及び原因、請求の表示別紙の通り、理由の要旨、被告は本件口頭弁論記述に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないので、請求原因事実を自白したものとみなす。俺、自白したものとみなされてんけど、自白したのか、俺。自白したのか。お前これ年利 14.6% やから、これできるな。でも 27% とかで、ね、年利 27.8% での契約ってここにもわざわざ書いてるのにもかかわらず、ね、裁判になった途端に請求の趣旨では 14.6% に、14.6% で計算し直してるんだよ。だから裁判になった方が債務が減ったっていう。アホやから裁判し、自ら債務を減らしたっていう。アホでしょ。だからこいつに関しては、過払い訴訟を逆にする必要もなくなったっていう。ね、あの、ここ使いなさいよ。ここを。ね。手数料ただで、訴えてくれたら手数料ただでね、過払い訴訟を行わさなくて済むんだから。あ、ちなみに、あの、まあ、法人名出していいのかな？あれなんだけど、ちょっと、弁護士の先生の名前隠しとくけど、あの、俺の顧問弁護士ここだから。ごめんね、あの、俺の顧問弁護士ここだから。
なんかしょうもないことしてきて、全部うちの顧問弁護士から行くからな、お前らマジで。意外にしろよ、マジで。本気出さすなよ、俺に、ね。弁護士の先生の名前はあえて伏せとくけど、ね、うちの顧問弁護士はここだから。ね、テレビでも CM してるね。大手のとこですよ。おじいちゃんじゃねえわ。おじいちゃんのとこじゃねえわ。弁護士法人って書いてるだろよ、ここによ。ね。弁護士の先生とね、顧問契約してたりとか、なんか交流、ね、その、お仕事上の絡みで、ね、弁護士との付き合いがあれば、ね、みんなね、ちゃんとこういう契約してるから。弁護士事務所と。ちゃんとこういうね、契約してて、ちゃんとね、重説もらってっから。ね、こんなんもしてないのに、弁護士、訴えるとか、ね、そんなしょうもないから、もう言ってくんない、ちち。次言ってきたら、てめえ本気で訴えるぞ、なるわよ。名誉毀損も許さんぞ、これだよ。ね。一気許してねえよ、別に。許してねえわ。言ってんだろ、俺、示談は一切しないってよ。こっち本気にさせた時点で、俺はもう示談は一切しないから。何があっても示談はしないから。弁護士通してくれる弁護士。うちの顧問弁護士通してくれる話は。ねえ。あ？やろうよ。まあね。一般庶民には関係ない話かもしれないけど、ちょっとね、お金絡んだりね、そういうのがあるとね、裁判所とか弁護士とかね、裁判所とか弁護士とかってね、そもそもね、そういう付き合いあるから。マジで？マジで？のんきに配信して、3人って誰？ 3人って誰？いや、2人は分かる。もう1人誰？誰がおる？俺が示談するせえへん、訴えへん、なんかもう一人誰？あ、もしかして チャリコのこと。エヴァンゲリオンさん。ああ、そっちか。あ、そっちか。もうだからね、その人たちはね、何？弁護士とか訴えるとか、ね、そんなん言うたら相手ビビると思ってんのよ。ね、俺別に、裁判したこともありゃ、弁護士おるから、うちは。悪いけど。ね。法学部卒業よ。何回も何万回も言うけど、もうめんどくさいけど。ね。ね、法学部卒業ですよ。ね、残念ながら。残念だけども。いや、通信でも卒業したには変わりないから、ね、残念ながら、卒業生にしか来ないものが来るからね、俺には。悪いけど、学位持ってっから。でね。訴えられたらこういうの届くからね、君たちも。ね、こういうのが届いたら、ね、こういうのが届いたら、口頭弁論だけはね、こういうの届いたらね、口頭弁論だけは行きなさいね、マジで。ああ、ここにあった。エヴァンゲリオンさん、高学歴ほど使えないお家。平成28年の3月24日までに行かなあかんかったのに、これ。安倍の警察行かなあかんかったのに。俺50円拾ってん。ほら、50円拾ったから届け出したのよ、交番に。
どこで拾ったのこれ。シュンちゃんランドセルさん。オーストラリアでは行動弁論意味なかった。オーストラリアでは、オーストラリアでは、その日に、関西みたいなところで裁判された。吉村市長からのラブレター。当時の大阪市長吉村市長からのラブレター。お、これプロミスが金返してくれた時のやつ。お前ら税金だけ納めろよ。国税徴収法第131条の規定により、経産省を発行されて当本送ってこられたらな、いくら口座にね、普通預金持ってても全額差し押さえられっからな。全額差し押さえられっからな。いくら口座にお金を入れてもね、全額差し押さえられっからな。たとえ10円といえども。俺当時この銀行ほとんど使って、今みずほ銀行メインバンクだから、ね、メインバンクみずほだからみずほに金、今も1万円ぐらい入ってるけど、当時みずほ銀行なんて何にも使ってない。もうデリヘルやってるから現金商売、銀行なんかどうでもよかったから、10円しか入ってなかったんだよ。その10円を、ね、大阪市は何万円もかけてわざわざ取り立てに来たからな。国税徴収法を使って。国税徴収法の規定によって10円差し押さえたからな。アホやろ。アホやろ。わざわざこんなのためにこんな差し押さえ調書を作ったりな。必死こいて差し押さえたのが、ね、10円。市民税2万6000円ぐらいを取り立てるために、必死こいてこんな手続きして、何万円もかけて人使って手続きして、やっと差し押さえた金額が10円。まあ、そういうことですよ。ね。別にね、裁判とかどうでもいいから。
口頭弁論期数日呼び出しを、ね。答弁書最後部長、こういうのが来るから、これは絶対出せよ、お前ら。ねえ。そう、10円を差し押さえるために働いた、ねえ、税務署さん、今あんま言うたらあかん。あんまり、煽ったらあかん。税務署煽ったらあかん。煽ったらあかん。でも、この書類を必死こいて働いて書いた職員さん、ねえ、10円しか差し押さえなくて、ねえ、どんな気持ち？ねえ、そもそも原資も2万6千円ぐらいのレベルの話なのに、それを差し押さえるために一生懸命働いて、ねえ、それが結局10円にしかならなかったってね、どんな気持ち？税金無駄遣いはそっちだろ！なるほど。心配しなくても全額払ったわ、俺。新入社員で仕事を教える題材として使ったのかな。ああ、そんな感じかもね。すごいな、訴状。訴状。第1号証、第2号証、甲第1号証、甲第2号証ね。だから、これは、印紙代が8000円と、ね、郵便切手代が3700円の11700円。80万円弱の訴訟をするのに、11700円の手数料を弁護士費用と合わせて払ったの。ね、甲第1号証っていうのがね、このクレジットカードとかのこういうね、利用規約。これが甲第1号証、甲第2号証。こっち甲第2号証ね。で、こっち甲第2号証3。これ甲第2号証1。これ甲第2号証2。ね。で、甲第1号証がこれ。すごいな。利用したとこも全部乗っけて乗っけて、すげえな。ちゃんと減額して請求する。過払い訴訟が流行ってた時期にね、こんなもんね、バカでしょ、こいつら。しかも俺払わないなんて一言も言ってないのに、勝手に裁判したから。アホでしょ。
裁判なんてしたかったらすりゃいいのよ、マジで。特に民事なんてね、裁判なんてしたかったら勝手にすりゃいいんだよ。勝つか負けるかね、勝ったにしても全部認められるか、全く認められない、もしくは反訴でね、逆にやられるかね、それ訴えたら何でも勝つと思ってる方が大間違いなんだ。いまだにふわっちポイントがね、換金した時点で税金かかると思って、どんだけ情弱なの？こないだ間やられたとこだろうよ。国税の判断は、ね、課金サイトにおけるポイントは、ね、非常に換金性が高いため、ね、仮想通貨扱いなんだわ。花火もらった時点でね、500円収入と見られてしまうんですよ。わかりますか？ポイントはね、すべて収入と認められてしまうんですよ。仮想通貨をもらったっていう扱いになるのよ。それ仕事としてやってんだったら所得税だよ。事業税かかるし。個人だったら所得もしくは雑所得なんだからよ。税金逃れようと思う魂胆がまずこすからよな。小敷どもは。ポイントなってねえだろうがよ。メガホンポイントなってねえだろうがよ。で、俺の場合はこの間1000ポイントもらったけど、結局換金することもなくね、ふわっちに没収されてるから、あれはふわっちが全額税金払わないといけない。ふわっちが税金払えよ。だって俺はもらってねえから。あ、だから大丈夫だ。換金できてねえから。全部ふわっちが没収したんだから、ふわっちがね、ぼったくったんだから、ふわっちに言えよ、税金は。俺もらってねえもん。残念でした。残念でした。訴求しちゃって、俺所得ゼロになったから、ふわっちでゼロだから。税金はふわっちが全部払いなさい。私関係ございません。残念でした。というか、課税されるぐらいもらってねえだろうがよ。3円もらって税金が5円なわけねえだろうがよ。いや、だから、もらったけど、ね、換金がね、そんなにできてないから、何千円かもらったよ。じゃあ、これで税金払います。没納します。これで税金払います。これメルカリ、これヤフオク出してみる？これ普通に換金しても5000円だけど。逆だわ。こっちだわ。これ普通に打ったら5000円だけど、普通に打ったら5000円だけど、
かんない。それはふわっちの運営に聞いて、俺に聞かないで。これ5000円ぐらいになるだろう。今6000円ぐらいって言ってたんだよ、この間金。6000円、今円高やからもうちょっとあるかもよ。今円高やから7000円ぐらいになってるかもよ。これ打って納税します。いや、そもそもそんな税金ねえし。あ、ごめん、俺事業者、個人事業主だから、みんなからもらったポイントも足しても俺経費がでかいから、ごめん、税金返ってくるわ、非課税だわ、ごめん。確定申告に出しても、そんな金額ね、税金かかんねえわ、悪いけど。うち経費がでかすぎて。悪いね。すげえな、福島まだ戻られへんの、9年経ってんの。知ってたらまだ戻れないんだって、福島。もう着替えるもん、まだ早いんだけど。嫁まだ帰ってこないよ。まだ3時半でしょ。嫁帰ってくるの5時半よ。まだ人ねえ、寝切るよ。ていうか、まだ寝るつもりでおんねんけど。俺こんなに枠開ける予定なかったんけど。ね。もういいよ、もう。もうクイーンいらないよ。ちょ、もう一本だけ飲もうか。もう時間余ったから。もう一本だけ飲むわ、もう。あと15、まだ15分あるやろ。もう一本持ってくるわ。AKB って完全に消えたな。AKB ってまだ残ってんの？テレビで見なくない？ AKB とか NMB とか SKE とかテレビで見なくない？もう各劇場の劇団員に戻った。乃木坂はテレビで出るけど、AKB ってテレビ出ないな。いや、劇場の劇団員さんでしょ？ AKB って。違うの？あ、ちなみに3本目これね。AKB って AKB 劇場の劇団員さんのことでしょ。違うの。だから AKB48 って48人しかおらんはずやのに、 A チーム、K チーム、B チーム、4チーム、何チームが5つも6つもあって、何期生だの、研究生だのね、
かけることの50人ぐらいは、250人、300人ぐらいおんねやろ。劇団員。すごいな。すごい劇団やな。その辺におる女子高生全部、JC、JK 全部劇団員ちゃうか。全員所属できんちゃん。JC、JK っていうだけで、全員どっか所属できんちゃん。ね、あ、工人ガールズ作らなあかんな。工人ガールズも作ろうか、チーム。K チーム、K チーム、何チームがあんの？工人チームって何チームがあんの？ね。K チーム、J チーム、K チーム、G チーム、んチーム。な、どうしたいの？ね。工人ガールズ作らなあかんの。工人ガールズ、まず研究生から入れなあかんの。JC の研究生から入れて、全部俺がね、味見してからね、配信会に送り出すわ。そいつらにフワッチやらして、フワッチからもらった金の上がりの半分を俺が抜いて、そこからまた何給料何パーか。当然、プロダクション会社所属だから、ね、プロダクションが、お金もらわなあかんから。おったな、ウィちゃん。ウィちゃんまだキャスおんの。ウィちゃんってもうええ年ちゃうの？何年前ウィちゃんって。え？ウィちゃんって何年前？当時何歳あの子。あの子当時二十歳ぐらいやったっけ？あの子当時 JK やった。いや、覚えてないわ。なんか俺ウィちゃんと肉食った記憶あるぞ。あ、俺ウィちゃんと肉食ったぞ。え？ウィちゃんと肉食ったのと、イボンに5万4000盗まれたのどっちが先？どっちが先？どっちが先やろ？え？ウイちゃんと2個食ったん、どっちが先やろな。あ、今23くらい。あの当時何歳やったの？すごい派手な格好してたのに、ウイちゃんじゃないでしょ。新宿、西新宿かどっかの、高層タワーの上の方のステーキ屋で二人で肉食うてん。あれ配信してたっけ俺。配信せんかったような気すんねんけど。目の前の鉄板で焼いてくれるようなところで。俺、そういうところで食うた、こう、と絶対続かんよな。続くって、その交流がね。あ、多分まだレクサスはあったと思う。まだレクサスはあったと思う。レクサスはあったけど、なんで東京行ってたんやろな。なんかで東京行って、なんか知らんけど、西新宿で会うて、肉おごってんけど。ランチしようかっつって、なんか食うとこねえなっつって、なんか、テナントビルがドーンとあって、でそこの二十何階かにステーキハウスがあるから、あ、そこ行こうか。二人とも場違いな格好してて、二人で飯食いに行って。一人5000円ぐらいやったか、あんま覚えてないんだけど、値段。そんなぐらいの肉は食ったと思う。目の前で焼いてくれ、鉄板。ガーリックライスはなかったかもしれんけど。うん、そういうところ食べに行く相手、俺いつも間違ってるよね。嫁とはまだ行ってへんのに、イボとか。まあ、ウエちゃんは別にええねんけど。なんかネタのために行くか知らんけど、なんかそういうとこ行くけど、全然ネタになれへんねんけど、みたいな。まあ、イボに至っては、未だに、なんか配信履歴に残してあるんか知らんけど。ああ、そうなんや。待ち合わせまでで終わったんや。ああ、タクシー乗って、ワインのうんちくは言わないわ。なんでウイちゃんがワインのうんちく言うねん。ワインのうんちく言うてはったやつは、思いっきりね、シェフこうでしょとか言って、思いっきり、いや、違いますけど、さらっと言われてて、めっちゃ恥ずかしかった、ね。配信の中にもあると思うけど、あれ。このワイン、ふふふふとか言いながら、あ、ですよねとか言って、いや、違いますけど、さらっと言われて。あの時未成年、やっぱり。やっぱ未成年やった、あれ。でもタバコ吸っとったんやろ、未成年やけど、知らんけど。俺もまだあの頃ってタバコ吸ってたんかな？もうやめてたかな？もう覚えてないわ。
あ、もう捨てないっぽいな。いやー、いろんなことあったね、本当に。ねえ。だって俺、インターネッツ26の時からやってるから、もう22年目やからね。インターネッツ界で顔さらして22年経ってんだわ、こっちは。22年、インターネッツで22年間顔さらしてて、未だに目が出えへんで、俺。やばない。22年やで、インターネッツ、あの、工事の部屋って、あ、工事の部屋って探してみ。どっかにあるわ、インターネッツに、俺の顔が。まだ高校中退して、あの、通信教育行く前ぐらいの。行ってたかな、行った後かな。あ、ニコ生から来たんすよ、は、シュリポンやろ。違った。なんか、そいつ、そいつはなんかあのイボに絡んでなんかちょっと有名になったっぽいけど、はい、そう、シュリポンやろ。シュリポン、ダワラめちゃくちゃ叩かれてた、うん、誰やねんお前。監督さんって誰？監督さんは立派になられたのに、監督さんって誰？何、監督さん、監督さんって誰のこと言ってる？監督さん、立派になった監督さんって誰よ、誰よ、監督さん、監督の現場監督、どういうこと、現場監督って誰、現場監督って、現場監督、現場監督、ストーカーやばくて鬼伝する、マジシュリポン、やばいな、誰やねん。俺ニコ生やってて、え、記憶か、現場監督って誰、現場監督、現場監督って誰、監督さん、あの時未成年の現場監督誰、はい、メロさん、あー名前が出てこないわ。な、誰かと名前似てる人やろ、あの、あの、き、黄色い人、なんだったかな、名前出てけへんエラナッタ、あの人ね、ちょろっちょろっ、最初の方めっちゃ来てくれてはったけど、なんかもう、ツイキャス、ツイッターもなんかせえへんくなって、なんかもう全然絡みなくならはって、ああ、一般社会に戻られたんだなっていう。向こうは現場監督さんやね。俺警備員さんやね。隊長でもなんでもない。ただ一隊員やね。明日も一人現場やね。俺を一人現場行かされんの。交代要員おれへんからしんどいねんけど、よう一人現場行かされんの。まあ一人現場楽やからええけどな。気使わんねんから。俺一人サボっときゃそれにするからええけど。現場監督な、監督なんていう名前やったかな、カウント名。アカウント名なぁ。ああ、そうそう、ピンさん、ピンさん、ビンさんと似てた、ピンさんや。そう。現場監督さんやらならはった。ああ。何の聖母も送ってけへんけど。誰か有名だって、ちょっと俺にもなんか、くれよ、ね。君らも出世して、なあ、出世してお歳暮送ってくる、お中元送ってくるとか、ね。なんか有名人になって、こんな人おもんでって売名させてくれるとか、そんないの。ね。しっかりしてくれよ、君ら。ね。いや、消えたのか。にちゃん、ごちゃんにはおるんだろ、まだ。まだごちゃんで、どっかの山奥の、何やったかな、何元やったかな。どっかの山奥の、グリーンなんとかの、なんとか元、と、やり合ってんだろう。ね。まだごちゃんのドールエンスレで暴れてんじゃないの。シュリポンに売名しないわ、別に。いらないわ、そんな。誰なんだよ。誰なんだよ。
こんなとこでこんそんな配信せんでいい、せん方がええで。なんでお前に言われなあかん。お前はなんか仕切ってんのか。もうな、男版イボみたいなやつやな、マジ。俺ニコ生8年やってんねんみたいなこと言ったけど、誰お前。まあ、それやってる意味ないで。8年やってて誰って言われててやってる意味ないで。それニコ生やってるから、だから何みたいな。有名人でも何でもねえじゃん、みたいな。じゃあ俺もニコ生やってるわ。配信一回だけしたことあるわ、ニコ生で。もう配信のやり方忘れたけど。キャスが分かりやすうてええよな、配信は。配信はキャスが分かりやすうてええわ。ニコ生、ニコ生なんか OBS 使わなあかんし、めんどくさいからやり方分からんし、もう。人けえへんし。え、ガチ勢が寄って、デート、ビジホの朝食、どういうこと？デートやのにビジホの朝食？やばいな。え、あれでガチ勢おんの？あれにガチ恋するやつおんの？え、じゃあ俺にもおってもおかしくなくない？もう、そろそろ JCJK、大阪の JCJK、パパだよ。パパはいらん。大阪の JCJK デートしようぜ。ね、あんなんでええやったら俺でもええやろ。あれでええやったら俺でもええやろがよ。俺にもええ思いさせろよ。俺に貢いでくれお姉ちゃんとか出てきてもいいだろう。ね、その辺のね、バンギャの JCJK がおっちゃんに貢いでくれるとか、ビジホに泊まって東横かなんかの朝食食べさせたっていう配信で叩かれた。なんで叩かれんの？なんでガチ勢に、ガチ勢がガチ恋勢と一緒に泊まって朝飯をおごらしてそれ配信して叩かれんの？なんで叩かれんの？なんで叩かれんの？あ、デートで美女？まあ美女の方が出入りはできやすい。ラボホ、まあラボホ、最近ラボホでも出入りできるラボホ増えたけど、うん。美女の方が、家ないんやろな、きっと。ホームレスなんじゃない、シュリポンって。マジなんで無理なのよ。もういいだろ、別に。ね。もう、ウイちゃんみたいな、バンギャの子が、ね、体打って稼いだ金をおじさんに貢いでくれるような、そんな子、5万とおるはずやんか。大阪にもいっぱいおるはずやねん。俺、出会えてないだけやねん。ね。じゃ、バンギャの子たち、ね、シャブとかそんなにお金使うんじゃなくて、自分の体を打った大事なお金はね、おじさんに貢ごうと思わない。ね。ね。そんなに、折ってもよくない？もう、ええ加減。ね。ね。お茶バックタイムですよ。何それ？出来たてのポップコーン人気あんの？マジで？やってたこと。そんなん言うたらあかんやん。いや、ほんまにやってたんかよ。やってるっぽいけど。めっちゃやってたっぽいけど。いや、あんな、このバンギャ多いで、マジで。俺、昔やってた店で見てこの子で、そんな子おったもん。14、15歳やのに。あ、TikTok のネタ知らない。TikTok、あなた、バズったらしいやん、TikTok。数字流してよ、マイメロちゃん。ね。見てこでさ、体打った金でシャブ打って、それの余った金をバンドマンに貢いでた子おったで。どう体打ってたのか俺も詳しく知らんねんけど、うん、売りをやってたらしい。まだ来んの？すごい、ね。ありがとうございました。ね、もうクイーンがないいうことでね。クイーン切れです。ありがとうございました。もう寝ます。もう今日いっぱいいっぱい、いっぱいしてやる配信。今日めっちゃ時間稼いだと思うで。まあ、10人超えへんかったけどな、同時閲覧。11人の、ね、最大記録を抜きたかったけど。まあ、まあ、今日はこれぐらいで勘弁しといたるわ。明日は夜勤やから次はファッチだね。ファッチ永久版だってば。ね。ありがとうございました。じゃあまたね、そのうち枠開くから。うん。明日は夜勤だから、うん。13日はまだわかんねえ。うん。まあ、今月休みまだいっぱいあるから。うん。まあ、どこかにね。